ねえねえねえ、山形のさ、J1 上がるか上がらないかの環境との時と、ジェフとかはどっちが環境いいの？ジェフの方が全然いいのか？全然いいっすよ。ジェフ環境ピカイチじゃないですか。ええー。うん。でもなんで上がれないんだろうね、ジェフね。まあ、そこはなんと見えないっす。うん、俺が今言っちゃうとなんかいろいろちょっと問題になっちゃいそうなんで、うん、あ言えないです。はい。放出された身だもんな。文句に聞こえちゃうからな。そうです。だからそれに関しては俺は何も言えないですけど。そうだな。無言を貫いて。でもまあ環境はいいですよ。相模原はさ、洗濯は自分？練習着の。自分。丸安は？自分に決まってるじゃないですか。ああそう。はい、毎日せっせと洗ってますよ。いや俺がいた時とは環境がちょっと変わってるじゃん。あの。ああそうですね。だって涼介さんの時土だったんすもんね。そうだよお前。ちょうど行った時に人工芝に変わったから。そうそうそう。俺いなくなってからだろ。はい。今なんかあれっすよ、あのグランドの隅に3つプレハブなのかな、なんかプレハブ小屋みたいなのもできましたよ、ちっちゃいやつ。まだあれ社会人とプロ契約っているの？そうですね、社員が10人いないくらいですね。あとはプロ系でやってます。どこが環境一番いい？フロンターレ、サタラは、仙台。いや千葉じゃないですか、一番環境良かったのは。環境だけは、環境だけって環境あれですよね、サッカーとかのやるところだけってことですよね。うん、千葉じゃないですかね。だってサウナもあるし、うん、何でもあるですからね。いやーフロンターレいいっすよ。フロンターレもいいんだやっぱ。あの新しくなったところも、あれは俺がいなくなって新しくなった。あ、じゃあその前のとこもめっちゃ良かったんだ。でなんかプレハブみたいだったけど、なんかめちゃくちゃ良かったよあれ。そうなんだ。うん。ねえ、相模原は何？練習場人工芝？そうっすね。まあなんか痛くないんないところが痛くなります。オペとかしてんの？どっか。してないっすね。お前元気だねじゃん。はい。怪我ないっすね。一回あったかな、一ヶ月ぐらいですか。でもそれ以外はもうフル活動っす。すごいな。練習も休まないし。でも治療してるイメージないよね、あんま。治療しないっすね。しないよね。すごいね。お前すごい、マジ。治療はそれに頼ったらあれじゃないですか。それだけになっちゃうじゃないですか。違う。頼るとかじゃない。それやらないとできない。それに負けたくない。ね、それ負けなの？そっち行ったら負けてくる。やばい、マジで。俺、毎日鉄骨に行ってるよ、自分で、自転車で。いや、お前もう負けてる。え？もうずっと負けてる、そしたら。もういないと無理だもん。マッサージとかするのは試合前だけで大丈夫。え、合宿行ってもしないか。その時間があったら、うん、横になってた。マジすげえ。今では疲れてないの？エルシオでしょ、だって疲れてるよ。え、だって今あの俺らが若い頃にやったエルシオと今やるエルシオレベル違うでしょ。あ、でも、でも、成長してるよ。成長ちょっと待って、めちゃくちゃ上から目線じゃん。どっちが、どっちが？エルシオも成長してる。エルシオがな、はい、エルシオが成長してるってことな。なんかちょっと、無謀。あの、ベテランを1本減らしてくれたりとか、全然してくれます。へ、え、ぇ、ー。
すごい。昔もうベテランでも若手でも関係なかったもんね。うん。だから怪我はしないでみたいな感じよ。ああ。すげえ。今だっての年齢で昔のあのエルシオのメニュー絶対できないと思う。お前はできないけど俺はできるよ。いやいやできねえだろ。そんな走りの練習大っ嫌いなんだ。たたらさ、なんでさ、そんなお前髪型とか決めてんの？いや、それはちゃんとセットするでしょ。お前初なんだろ。初だからだよ、普段。あ、そうなんだ。え、やったことあんの？普段あるよ。そうなん？そんなんやるタイプか？俺なんか、やった後に一人で残ってて、ファンの人と一対一で話したりしてました、一回。そうでしょ？めちゃくちゃ面白かった、それ。え？そうなの？見てる人はいるの？それ。え、見てる人は一対一。いる。で、俺がリクエストされたのを承認して、まあ、2、3分話して、バイバイ行って、また新しい人とやって喋ってました。すげえ。嘘でしょ、そんなことしてたの？最初のコロナになった時に、なんかインスタライブやろうってなって、それで終わった後に、面白いのか暇だからやろうかなと思ってやってました。え、ちなみに誰で？忘れました。嘘でしょ？本当に忘れたの？はい。え、選手じゃなくて？あ、選手です。ジェフだと思う。だと思う。キーアンってきたよ。え、キーアンとやったっけ？じゃあジェフじゃないじゃん。村山さんだよ、確かってきたよ。え、村全然違いじゃん。村かな。結構やってんだ、お前。結構じゃないっす。そのコロナになって、ファンの人とつながりを、みたいな感じ言われて、やりました。りょうすけさん、松本の時、俺自転車で飯屋まで行って、帰り自転車乗せて帰ってくれたじゃないですか。どんなのあった、俺。ありましたよ。全然覚えてない。帰りは乗せてってあげるわって、トランクに乗せて帰ってくれたじゃないですか。チャーリー。全然覚えてない。お前、車は？いや、なんか、チャリで来いって言われたんですよ。なんでだ、俺が？いや、マッツさん。いや、なんか、酒飲んでるからみたいな感じだったんです、多分。酒飲んでるから、お前、飲むから、チャリで来いって言って。違う、チャリも飲酒。だから、帰りは、りょうすけさんに送ってもらいました、だから。車、そういうことか。俺が乗せるからって、チャリもトランクに積んで、そう。ああ、ヨセさん飲まないから。あ、だからその話は面白い。いやいや、もう話しちゃった後に言うね。話し出したっていう。先へ。その話は面白いよ。まだ。まだもう終わってるじゃん。もういいよ。あ、終わった。さっきからなんかジェフの仲良かった選手教えてくださいってコメント欄に来てるから答えてよ。ああ、小池純喜。ああ今またフィーバってる。あとは町田大和とか山本海斗さんとか。誰だっけ、誰が。もうめっちゃいるじゃん、お前。もうめっちゃ3人しか挙げてないですよ今。いやお前そんな、だって山川の時そんな仲いいやついっぱいいなかったじゃん。山川って嫌われてたじゃん。あ、おい、言うな。嫌われてたじゃん。もう言うなよ、それ以上。みんな言ってたよ、うん、あ、みんな言ってた、やめろ。確かにな。確かにも良くないですね。すごい嫌われてたみたいになってた。